サムリゾートチャンネル始まるよ。レッツゴーベイビーパオよ。ナイス。びっくりしましたよ。なんと今回は YouTube 初めてのですね、スペシャルゲストが来てくれます。本編で喋り足りないのかしらねけど井森美幸さんです。今回ね、はい、ミスマリンちゃんがロケ行ってまして、うん、それちょっと井森さんに見てもらって、もう長いから芸能が、はい、いろんなロケも行ってるし、うん、チェックしてもらうってことで、すいません、この後びっちりやります。いやびっちりやる番組じゃないのよ。YouTube でびっちりやります。びっちりやらなくていいのよ。それでは VTR どうぞ。三村さん、竹さん、こんにちは。みこしです。私は今、うん、成田空港のすぐ近くに来ています。成田空港、うん、今日は高いね、テンション。そうですね、今日はちょっと高いね。今回は総工費24億円のやばいお風呂があるホテルを調査していきたいと思います。何よそれ。なんだろうね。それがこちら、インターナショナルリゾートホテル湯楽城さんです。湯楽城さん、はい、今回は2022年9月にリニューアルオープンした成田空港から車で20分の距離にあるインターナショナルホテル湯楽城さんに行ってきました。では早速行きたいと思います。あ、行った。いいよ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 、元気ある。ワンパク系おてんばさん、いいの見てもらったね。普段こんなことないから。いい回、おてんば娘いい回見て。いい回、ありがとうございます。おお、だいぶ、あ、綺麗、すごい、めっちゃ広いです。開放感あるしね。目の前にラウンジとかもあって、うん、明るいです。いい景色ですね。こっちがレストランですね。豪華。はい、うわー、すごい。あ、こんなメニューあるの。そうなんですよ。すごい大きいです。めちゃくちゃ大きい。すごいボリューミーな感じですね。おいしそう。めっちゃ美味しそう。噛めないよな。うん、お肉がすごい肉々しくてアメリカンの味がします。結構ボリュームね、ありそうだもんね。そうなんですよ。食っちゃったよ。いや、大食いなんだ。え、実はそうなんですよ。食べれる。あ、そうなの。食べました。食えちゃう。じゃあビュッフェのシーンも見たいね。でもそうなの。いや、すげえ撮ってるケーキと。ちょっとすごい、めちゃめちゃ大きい建物が見えてきました。あ、そこで別に、はい、ここからあっちの端まで噴水が。でもここ経営は一緒なんだよね。東京湯楽城さんです、はい、泊まった方が使える。泊まってない人も使えるの。はい、こちらはホテルの敷地内にある総工費24億円で建てられた大型温浴スパ施設になります。24億円がすごいのかどうかは分かんないんだね。そうなんだ。すごい、目の前に入ってすぐにシャンデリアがすごい豪華。じゃあロビーに行きたいと思います。おお、これはすごいやつ。うわ、すごい、高級ホテルみたい。まさしく、ここめちゃくちゃ広いんです。なんかわかる。あ、いいよ、おーおーおー、いいよ、大体わかる。あ、なんか気が付いた。また押さえて出てきましたけど。こちらがキングカズみたいな。パリショットになっちゃうからね。でけえな。お、星空の足湯なんでしょう。うわ、すごい。何ここ、めっちゃ綺麗。まるで星空のような、本当に星空に、はい、LED がいる感じですね。足元は暖かいお湯が流れていて、足湯もちゃいけいいな。そうなんですよ、暖かいお湯が流れてて、ちょっと出口が見えてきました。お祭りみたいになってますよ。あれ、足湯の跡ここ出ちゃうの。何これ、天井がすごい、見てください。なんだこれ、めっちゃカメとかいろんなのが泳いでます。
なんとこれプロジェクションマッピングみたいな。プロジェクションマッピング。すごい。さすがこういうところにもちょっとお金がかかってそうですね。すごい。わー。こちらは江戸の街並みを再現した伝統的な日本文化と天井一面に広がるプロジェクションマッピングを融合させた幻想的な空間となります。その他にも漫画読み放題の休憩スペースや疲れを癒してくれるマッサージルーム、落ち着いた雰囲気でお酒を楽しめるバーや、おうおうショーが行われるステージなんかもありました。はい、ちょっとスペシャルショー。私が福島ちゃんこれ、そうなんですよ。ちょっと小学生時代を思い出して、急に激しい味方が危ないじゃん。ちょっと大丈夫、大丈夫ですか。じゃあ早速着替えたいと思います。お願いします。着替えてくるよ、着替えてくるよ。マジックみたいにしてるけど、あ、出た、出てきました。ちょっと色気がおばさんみたいな出方。色気ゼロでなってる。今回のポイントは我々世代ですけどね。おばちゃんの出方してる。ついてます。ドタドタ走って、ドタドタしちゃいました。全力出しすぎちゃって。はい、どうですかこの水着は。いや、水着は素敵なんですけど、 あの走りが良い。温泉の範囲登場とね。すごい、自動ドアでした。お、なんだこれ。うわー、え、めっちゃ広い。すごい。開放感がすごい。広々とした大浴場には安眠効果が期待できる低温風呂や、ヒノキの香りがリラックスさせてくれるフィンランド式のサウナなどがありました。いよいよ一押しのお風呂に、一番風呂ありますよ。すごい、見てください、泡が細かくてこんないっぱい。いや、あ、本当細かいわ。はい、こちらのお風呂は超微細な泡が出ていて美肌効果が期待できます。あ、外すごい、自動で露天風呂、露天風呂です。わあ、すごい、めっちゃ景色がめっちゃいい。外には庭園風の露天風呂と疲労回復や肩こりなどに効果のある壺風呂が3つありました。でもこのお尻のカットいいですね、無駄な無駄なね、はい、おけつショット。オープン。おお、あ、何、すごい、部屋、はい、宿泊入ってすぐのホテルのお部屋に戻ってきたのね。はい、戻ってきました。骨董品がずらっと並んでます。急に終わったんですね、あそこは。すごいですね。あー、でも広い、結構落ち着いてますね、全体的に。広さおよそ52平米のモダンジャパニーズスタイルのお部屋になります。部屋からホテルのプールも見えました。いいね、すごい広かったです。三村さん、おたけさん、いかがでしたか。こちらのインターナショナルリゾートホテル湯楽城さんは一泊二食付きで豪華な温浴施設も楽しめるプランが27,000円から泊まることができます。そして東京湯楽城さんは平日だと大人1名1,400円、子供1名900円でこんな広い施設を楽しめちゃいます。湯楽のブラッシュアップされた噴水ショーなども楽しめて最高です。皆さんぜひ来てみてください。最後に星もよろしくお願いします。バイバイ。おー、ね、いいですね、いい施設だった、ね、すごいわこれ、すごい良かったです。井森さん、私のリポートいかがでしたか。ちょっと待って、これ言っちゃったらもう終わりになっちゃうんだよ。いや、なんで、いいんだよ、終わって、なんで寂しがってちょっと待ってじゃないのよ。あのロッカーから出てくるとこあったじゃない、うん、着替えて、はい、あれですよ、あそこだよね、あそこがおばちゃん登場。私あそこ気になった、あれね、うん、ここね、ここですね、これ、はい、いい、
こっからね。やるよね。ここから浴衣から。はい。バーバーです。これはひどいでしょ。ちょっとね、これね、流れちゃうのよ。流れちゃってんのよ。もう一回パッと止まる。あ、止まる。なるほど。止まって大の字になるとか。大の字になるとか。メリハリですか。そうそうそう。なるほど。大事ですよね。メリハリね。メリハリ、うん、はい、うん。ここぐらいだったね、気になったの。よかったです。じゃあ、よかったです。星何個でしたっけ、通常。通常5個中5個中本当に良かったら5なんですけど、今まで過去出たことないんですよ。今まで3か44もめったに出ないんですよ。四つ星めったに行けない。めったに出ない。めったに大体3とか2とか。めったに行けないやつ行っちゃうあるよ。いいんですか。ある。イモリスペシャルだから。イモリスペシャル4でね。本日は以上となりますんで、イモリさん。じゃあ本当に私帰っちゃうことになるけど。いやいや、いいんだよ。いいの。いいのよ。ちょうどいいでしょ。もうちょうどいいのよ。ちょうどいい女みたいに言わないで。湯加減と一緒ですから。湯加減と一緒で、ね、はい、ちょうどいいよ。42度です。長い。終われないよ。湯加減と一緒でとか。ではここでお待ちかねプレゼント情報。今回はトルコ土産のマグカップやクッションを1名様にプレゼント。応募方法は番組ホームページからこの後発表される当選番号と必要事項を明記の上ご応募ください。今週の当選番号は通知よろしくお願いします。